はいみなさんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計キーワード解説第三回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね、えー、第3回目ということになりますが、まず画面の方ね、えー、切り替えていきますが、えー、第3回目ということで、テーマはですね G20 ということで、えー、あります。えーまあ、あまりマスコミではですねそれほど話題にならなかったかなというふうに思いますけれども、G20 という言葉は結構、ホットな言葉かなというふうに思いまして、ですね、えー、今回は私の方で、えー、お話しさせていただこうと思っております。 でえーとまあ、なぜ私がこの言葉を扱うのかといいますとです、ね、えー、G20 にです、ね、麻生財務大臣が先日欠席したという、まあ、出来事がありましてです、ね、えー、まあ,あまりマスコミなんかではそれほどです、ね、話題にならなかったかなというふうに思いますけども、まあ、結構大きなことなのかなというふうに思いましてです、ね、改めてそもそも G20 とは何かということをです、ね、私の方でお話しさせていただくということなんですが、 G20 ていうのはね、えーまあ、20の国とか地域を一つの塊としたですね、まあ、グループを言いましてですね、まあ、その G20 で、まあ、例えば会議だとか会合をするわけなんですよね。で麻生、まあ、大臣がですねこの G20 の会議ですねそれに欠席してしまったと。ね えーまあ、2018年の3月19日、そして20日20日ですけれども、アルゼンチンのですねブエノスアイレスというところで、えーまあ、G20 ・財務省、えー、中央銀行総裁会議というのが,あ,るんですがあったんですが、麻生財務大臣がですね欠席してしまったとっいうことなんですね。まあ、しかも2回連続ということで、前回は確かあの2017年の10月かなんかにあったんですけども、ちょうどあの総選挙ですね、衆議院総選挙がありまして、ですね、えー、麻生財務大臣、 えー、欠席ということだったんですけど今回も、えー、欠席ということで2回連続欠席してると、えー、しかも大切な会議なのにということで、まあ、もう少しこれ取り上げてもよかったのかなというふうに思いますけどね。 でまあ、なぜ欠席するのということなんですがあこちらですね森友学園国有地売却に関する財務,省、えー、財務省文書改ざん問題の対応を優先するということで、まあ、私が今現在ねお話ししてるのはですね、まあ、3月の末あたりなんですけども、えー、森友問題で国会はかなり荒れに荒れてるということで、まあ、先日ですね、えーまあ、あの財務省のね元役人の方を、まあ、国会に招いて お話を聞くという機会があったんですけども、えー、まあ結構その国会国内はね財務省問題で荒れてるということなので、えー、麻生さんはねちょっと G20 に行けないということで欠席ということだったんですね。で阿松大臣の欠席で私はねこれ結構国益損ねてるのかなというふうに思って なんですよね。でまず1点目なんですけどもこちらですねアメリカによる鉄鋼アルミの輸入制限措置ということで、えー、アメリカはですねまあ、現在あの保護主義にかなり走っておりましてですねまあ、鉄鋼アルミの輸入を、えー、制限するようなね措置を行ってるんですね。まあ、具体的に言うとまあ、関税を関税なんですけどね、えー、関税の率をですね非常に高めるというねそういう輸入制限 制限措置保護主義を保護貿易主義をね今アメリカが取ってるわけなんですけど、まあ、それに対してですね、まあ、日本はあ、まあ、抗議をしてるわけなんですけどね河野外務大臣とかあるいはそういった方々ですねアメリカには言ってはいるんですけどもこの G20 というのはですねムニューシン財務長官が来てるわけですから財務,財務系のトップの、ね、人間としてムニューシンさんが来てるわけですからムニューシンさんにですね麻生、まあ、財務大臣がですね 直接言う機会がこの G20 であったわけなんですけれども、まあ、そこに、ね、あの麻生さんがいなかったということで、まあ、直接ですね、こちらですね、あの鉄鋼アルミの輸入制限措置ですねこれ日本はちょっと適用除外にしてくれよというふうに、まあ、直接働きかけるということがですね、今回ちょっとできなくなってしまったんだよということですね。 まあ、木原財務副大臣と、木原副財務大臣ですか、出席、まあ、ということだったんですけど、あるいは日銀の、ね、総裁である黒田総裁ですけれども、出席されましたが、まあ、木原副大臣だと、やっぱりムニューシンさんとはちょっと格が違うということで、なかなかやっぱりね、やっぱり麻生副総理兼財務大臣であれば、やっぱりムニューシンさんに言ってもです、ね、説得力というか、まあ、そういった、ね、働きかけっていうのが、 まあまあ有効だったかなというふうに思いますけども、まあ、やっぱり副大臣だとちょっと厳しいのかなというふうに思いますね。で えー、2019年あともう一つなんですけども2019年にはですね、まあ、実は G20 サミットというのがね、えー、ありまして、まあ、サミットというのも一つのね G20 の会合なんですけどもこれがですねなんと大阪で開催されるということなんですね。あ 財務省それから中央銀行総裁会議というねもう一つの会議の方もやっぱり2019年のにですね日本でやっぱり開催されましてそちらは福,福岡で開催されるということなのでまあ来年は日本でやるぞということなのでまあ私としてはですねこういうふうに思ってんですねまあ次回の議長国まあ日本ですね日本が議長国ですからまあここでですねまあ日本の発信力を高めておきたかったとやっぱりいいあのここでですね出席しておいてほしかった かなというふうに思うんですけどもなかなかですね国内の事情でですね出てられないということでありましてですね今回欠席ということだったんですけどね まあ来年 G20 サミットということで非常にサミットというのはですね、まあ、ものすごく重要な会議、会合なんですよね。で、まあ、その前のですね G20 の今回の、ねえー、まあ会議でねやっぱり存在感を示しておくというのが必要なことだったと思うんですけど、まあ、そこができなかったのが今回の痛いところかなと、まあ、次回あの来年ですね、サミットね、えー、まあ非常にどうなるのかなということなんですが。 えでちなみにということで、えー、まあ森友問題でですね日本の麻生さんは出れなかったわけなんですけども、その損失っていうのはね、そもそもの,その売却問題の損失ってどれいかほどでしょうかということなんですけども、まあ、国有地のですね鑑定評価額、まあ、不動産鑑定士の方がですね評価したら、ですね9億5600万円であったと。 ゴミが出てきちゃったよということで、まあ、その撤去費用がですね、大体約8億円ということだったんですけどこれが課題計上をされてんじゃないのかということでありまして、まあ、売却価格はそのゴミの撤去費用を引いたですね、1億3400万円になるわけなんですけども、まあ、これは課題計上ゴ、ね、ミの撤去費用は課題計上だったんじゃないのかなということで、まあ、近隣国有地ので考えますとです、ね、10分の1ぐらいの値段ですよということで、まあ、これはかなり のの損をこむってるのかなとということでやっぱり国会ではねこうあのきちんとね国有地の売却これで、えー、損で出てるんだったらただでさえ日本はね1,000兆円のまあ赤字が赤字というかね借金を抱えてるわけですから GDP の2倍ですよ、えー、抱えてるわけですからね、えー、まあ少しのねお金の無駄もカットしなければいけないところが今回のように相当な無駄が出てるかもしれないということでやっぱりきちんとね話し合う必 必要はあるわけなんですけれども、まあしかしながらですね、まあやっぱり G20 に出ないっていうのは、まあそれ以上のねひょっとしたら国益のですねまあ損失ではないのかなというふうにもね一方で私はね思ってしまうということなんですよね。では次です。 じゃあそもそもね G20 というのは何ですかということなんですけどもまあ先ほどちらっと申し上げましたようにまあ20のね国とか地域を一つのグループとしたですねそういった一つのまあ塊としたグループのことをね G20 というふうに言うんですけどもえまあ英語で言いますとですねグ,レグループ・オブ・ゥエンティということでありまして先進国とまあ新婚国ですねこの両方が入ってますよと。 でえーまあ、加盟国なんですけどねもともと G7 というのがあったんですよね、もともと G7 というのがこれありましてですね G7 というのはこれ何ですかというと、まあ、グループオブセブンということなんですけどもあの、まあ、日本がいてそれからアメリカがいてですねイギリス、フランス、ドイツとこれが G5 という、ね、枠組みなんですけどさらにその G5 にですねイタリア、それからカナダを入れたものそれを G7 というふうに言うんですね。 えー、G7 というのがありますと。 でその G7 にさらに13の国とか地域が入り込んだものが G20 という枠組みグループでありまして、えー、まあ G20 に加わるのはまあ例えばどこですかというと例えばブリックスが加わってるわけなんですよね。でブリックスっていうのは B はブラジルですねで R はロシアそして I はインドそして C はチャイナ中国で S はですね南アフリカですねこれがブリックスということでまあ新 広告とということになりますよねでそれからまあその他の、えー、その他ということで、まあ、EU ですねイギリスとかフランスとかドイツとかイタリア以外の、まあ、ヨーロッパということで EU とでそれから、まあ、北アメリカのメキシコですよね、えー、それから、まあ、オーストラリアね、えー、それから韓国と西アジアの韓国と、えー、あごめんなさい東アジアの韓国という、えー、それから、まあ、東南アジアですよね。えー まアシアの。 中には入っておりますけど、インドネシアと、まあインドネシアという国はですね、まあア s e a n のまあ一角ということになりますけれども、まあ非常に人口がまあまあ多いということでありましてですね、2億超えてるんですよね。なのでまあやっぱり ASEAN アアの中でも結構影響力があるのかなということで、まあ G20 の中に入っているということですね。で、まああのそうですね、まああとイスラム教の国なんですよね。ですから、えー、まあ。 あこのインドネシアという国はですねうん、まあ、そういった意味ではあの国としてはねイスラム教徒が一番多,い多く抱えてる国っていうのが実はインドネシアということで私もね、うん、結構インドネシアの学生さんは今までも教えてきましてですね結構大学とか専門学校でも教えてますんで。 結構、えー、イスラム教の、ね、方で結構親日の方が多いので私なんかもね話しやすいなとは思って、えー、インドネシアの学生さんとも話したりするんですけどもインドネシアも入ってますよとでそれから、まあ、サウジアラビアですね中東からはサウジアラビアそれからトルコですね、まあ、トルコという国はですね、えーまあ、NATO にも入ってるということで、まあ、ちょっとじゃあヨーロッパの国なんですかっていうふうに、えー、思いますけども、まあ、そういう面ももちろんありますけども中東西アジアという、まあ、側面も持っててですねで、まあ、トルコも先ほどの国 先ほどのインドネシアと同様にですね、イスラム教の方が多いという国ですよね、まあ、そういった意味では、まあ、かなりこう独特な国ということなんですけどもトルコも入っておりましてでそれからあとアルゼンチンですよね、えー、アルゼンチンも入っていると、まあ、これが G20 ということでありまして、えー、G20 のやってる、えー、G20 が開く会合に今回麻生さんが出なかったと。 ではその会合なんですけども会議、会合なんですけども2タイプありましてですね、えー、まず一つなんですけども G20 首脳会議ですねこれは日本日本本、えー、来年日本で開かれるものなんですけども G20 サミットっていうふうに言ったりしますね。まあ、サミットっていうのは英語で頂上という意味なんですけども、まあ、G20 サミットっていうのは一つの、ね、会議会合なんですね首脳,会議首脳会議ですね。首脳会合会合議 えそれで、えー、まあ意味合いといたしましてはですね20か国地域のですね首脳が問題について話し合う会議ですよと。 えー、首脳がです、ね、集まるわけですよねだから、まあ、日本だったら、まあ、総理大臣とアメリカだったら大統領ということでこの国のトップがです、ねまあ、一堂に集まってです、ねえー、いろいろ話し合うということですよね、まあ、それで、えー、共同声明なんかも発表したりして、まあ、共同声明は、うん、拘束力はないんですけどもやっぱり一定の力があるものとしてまとまりますからやっぱりこの G20 サミットというのは、ね、非常に、まあ、影響力の大きい、まあ、そういった会合の一つと。 いうことでありましてだから総理大臣なんかもねこの G20 サミットをね経験してるかどうかでやっぱりねまたちょっと違うということですねもう本当に G20 サミットをね経験あの開催国日本、えー、日本で、ね、もし開催できるのであればあの、えー、日本で開催する時の総理大臣っていうのは非常にねこれ名誉なことだっていうふうに言われている,お、えー、いるわけでまあ来年ね、えー、日本で開くということですから、まあ、その時の総理大臣は非常にね、えー、こうあのまあ ラッキーというかね、そういう状況なんですよね。で、もう一つの会議なんですけども、G20 財務省中央銀行総裁会議ということで、こちらはです、こちらですね、今回麻生さんがね欠席というのはね。 こちらは文字通りなんですけども、えー、今度は財務大臣ですね、えー、それから中央銀行の総裁、えー、こういった方々が出席してですね簡単にですね、まあ、サミットの歴史を、まあ、見ておこうかなというふうに思いますけども。 えー、まず1970年代、まあ、73年なんですけどもオイルショックっていうのがありましてですね、まあ、これでまあ世界経済が非常に悪化してしまったと、えー、世界不況が起きてしまったということですね。でこの世界不況をなんとかしようかという、まあ、そういったところに起源があると。 1> で第1回目のサミットなんですけども1975年に開かれましてですね、フランスですね、フランスで開かれましたと、まあ、あのでフランスで開かれたんですけども G5 からですね、G5 でまず集まったわけなんですね。 G5 ったとで、まあ、って先ほど申し上げましたけど日本がいてアメリカがいてイギリスがいてフランスがいてドイツがいるとで、えーまあ、それで第1回目の会合があフランスのランブ伊兵だったと思いますけどねジスカール・ディスタンという、ね、フランスの大統領が仕切、まあ、ったということだったんですけども、えーでまあ、5か国で集まったんですけどイタ,リアもイタリアが実は乱入してきてですねなんで俺を入れないんだと俺も仲間に入れろということで乱入してきて 入入て,きて、まあその後になるというなんですよねで第2回になりますけれども今度はアメリカで開かれまして1976年ですね、えー、欧州の変調を防ぐためにカナダが加わり G7 へということですね。 やっっぱりちょっと G6 であればですね、えー、ヨーロッパに偏っているじゃないですかとヨーロッパじゃない国といえばですね日本とアメリカと他は全部ヨーロッパということですよねイギリス、フランス、ドイツそしてイタリアということでちょっとヨーロッパちょっと多いんじゃないのということで、えーまあ、カナダを入れたということですね。 まあただねこのカナダを入れたというのはねやっっぱりアメリカのすすごい希望ででもあったんですよねでどうしてかというと、まあ、やっぱりアメリカカナダっていう国はですねアメリカの味方をしてくれる国ですから、まあ、従いましてですねカナダを、えーそのね、サミットに入れたかったとっいうのはね、えー、あったのかなということですね。 やっぱりアメリカとイギリスというのはまあ兄弟のようなものですからそしてアメリカと日本の関係というとですね、まあ、日本はアメリカにイエスという国ですから <laughs> さらにですね、カナダが加わればですね、アメリカとしてもそのあのあのサミットをですね、あのうまく仕切、ね、りやすいかなということでカナダをまあ入れたということなんでしょうね。 サミットの歴史の丸2ということなんですけども1998年にも動きがありまして第24回のサミットだったんですけどもイギリスですね、まあ、98年ですからブレアさんだと労働党のブレアさんがイギリスの首相だったわけなんですけども先進国ではないロシアがですね加わりましたよと。 まあ冷戦終結してますんでね、まあ、ロシアどうしようかっていうようなあ、まあ、あの時になっておりましてですねもうロシアちょっと入れちゃいましょうかというふうになりましてですね、まあ、ちょっと先進国ではないけどあまりお金稼いでないけど、まあ、ロシアも入れようかということで、まあ、G7 から G8 になったんですよね。で2008年から G20 サミットも行われるということで、まあ、ここからまあサミットとしては G20 が始まったと2008年ですね。 でなぜ2008年かというとです、ね、2008年にリーマン・ショックがやっぱあったということが大きいということで、まあ、やっぱりリーマン・ショックというのはですね、まあ、非常に大きなショックで。 まあうん、アメリカのですね大手金融機関であるですねリーマン・ブラザーズがですね64兆円の負債を抱えて倒れちゃったということで、まあ、ものすごく世界経済アメリカ経済のみならず世界への、ね、悪影響を及ぼしたということでちょっとみんなで話し合う必要があるねということで先進国だけだったらちょっと、うん、どうかなということで、まあ、20か国集めてですね核となる20か国を集めてですねそれで、えーまあ、開いたと会議を開いたとそれが G20 サミットということで。 2008年に今初めて行われたと。で2014年になりますけどね G8 に加わロシアが加わって G8 になってたわけなんですけどもロシアはですね出場停止を食らってししままいましたでなぜ出場停止になったのかなということなんですけどもロシ,アロシアはですねウクライナ軍事介入。 それからクリミア半島掌握ということで、まあこんなことをやっちゃったんでね、ちょっとうんまあ大状だということで、今 G8 からちょっとね、あの G8 からまあ漏れちゃってるということになります。G20 にはね、ロシア入ってますけどね、G8 という枠組みには今は入ってないと。 で、えーまあ、なぜ、えー、最近はですね G7 ではなくて G20 なのかと私、先ほど、ね、ちょっと、まあ、ちらっと、えー、申し上げちゃってるところがあるかもしれませんけど、えー、近年、ですね新興国の急速な経済成長というのがこれあるんです。よねですからあ先進国だけの枠組みである G7。 えー、ないしは G 今はもう新興国っていうのが勢いがあると、えー、彼らの意見とかそういうのを無視するっていうのはちょっとどうなのかなと彼らからも意見をね集約、えー、する必要もあるんじゃないのかと。なので、えー、まあ G20 ってどうなのっていう流れにあると。 さらにですね、20か国、この、ね、勢いのある国々を入れると、ですねこの20か国、ないしは地域ですね、その、まあ、合計した GDP なんですけれども、世界の GDP の約9割ということで、えーまあ、やっぱり G7 だとちょっとどうかなと、G20 まで広げると、ですね、まあ、GDP の規模でいうと、まあ、世界の大体9割揃うということで、G20 で考えたほうが、まあ、考えに偏りが出ないのではないかと。 かとこういうことでありましてですね、まあ、G20 がですね重視されていると。で、えーまあ、先進国プラス新興国イコール G20 ということで、えーまあ、G20 のですね重要性がですね、まあ、現在高まっているんだよと。で、えーまあ、G20 なんですけどもまああの非常にですねそういった意味では G20 の重要性が高まっているんですけども一方で問題点もありましてですね えー、G7 というのは国も少ないですしそしてすべ、えーまあ、てが先進国ということでありますからあ、まあ、同じような状況に置かれてますんでね、えー、共通の価値観をですね持っているということでありますんで、えー、共通の価値観を持っているから、まあ、先進国で共通の価値観を持ってますんで、まあ、従って合意を得やすすいんですよね、えー、合意を形成しやすいということであります、G7 の方はですね。 一方で G20 の方はどうかなっていうと価値観や利害が多様化しておりますんでねいろんな国々がいるじゃないですか、まあ、GDP の規模でいうとですね、えーまあ、中国あのアメリカ中国というのがもう今や総壁になっておりますよね、まあ、2010年頃に日本をですね中国が追い抜きましてですね、まあ、日本は1960年代の、まあ、最後の方にですね、うん、当時西ドイツだったわけなんですけども、まあ、当時は GNP という 指標がが重視されてたわけなんですがあ世界の第2位の国に日本がなりましたけど、まあ、2010年頃に今度は中国に抜かれて日本は世界第3位の国になったということで、まあ、今やアメリカ中国が双璧、まあ、と世界の双璧ということなんですけどやっぱ G7 だとその中国が入ってませんからね。 やっぱりその世界の成長のエンジンですよね、えー、それがまあやっぱりアメリカと中国だということで、その中国の意見なんかももちろんこれ無視はできないだろうということで、まあ、G7 というのは重視されてるのかなと、でそれからまあやっぱりブリックスっという国々も、うん、やっぱり勢いがありますんでね。 そういったところも無視はできないということで、まあ、G7 だけだとどうなのということなんですね、まあ、いろんな価値観いろんな立場があろうかと思いますのでそれを吸収するとそれを集約すると、まあ、そういった、ね、グループ会合これが必要なんじゃないのかということで、まあ、G7 が現在では重視されているということなんですよね。 しかしながらということなんですけどもなかなかですね重視されてるんですけども合意を形成しにくいんですよ。ねえーまあ、価値観が多様化してるから、えーまあ、いろんな意見が出るといろんな意見が出るんで合意を形成しにくいということでありましてね、まあ、したがって、まあ、緊急で課題に対してですね、答えを出すというような状況でありますと、まあ、G7 で対処する方があ、まあ、多いのかなと、まあ、G7 だとですね、まあ、迅速なあその対応がちょっとできるのかなと。 まあ価値観がですね同じような価値観を持った国々が国が多いですから、えー、まあ、G7 の方が緊急な課題に対してはですね対処に適しているのかなということでありますねまあ、本日ですね G20 についてお話しさせていただきましたけれども えーまあ、来年、サミットも控えているということで、えーまあ、いろんな、ねえー、問題が世界経済では起こっておりますけどもそういった、ね、G20 というそういった G20 があの開く、ね、会合というのがありまして、ねまあ、それが結構あの世界経済を考える際には重要なんだということで、まあ、本日、ね、こ、えー、言葉との解説をさせていただきましたけども。えーまああ 今一度ね振り返っていただければ幸いでありますそれはですね本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした